はい、皆さんこんにちは。今年度もですね、フィリピンあるあるをやっていきたいと思います。ついこの間もですね、栄のフィリピンパブ行ってきまして、いやー久しぶりにちょっと行ったんですけどね、まああんまりやっぱ時間は空けてもそんなになんか楽しさは変わらなかったなっていうことなんですけど、まあフィリピン人のですね、もう性格がやっぱようやくにして、分かってきたというかですね、僕いつもお店ばかりで女の子とこう会ってるんですよね。なのでたまにちょっと外であなたと二人で遊びたいわっていう、まあちょっと提案をしたんですけどね、っていうかいつもしてるんですけどね、なかなかこう遊んでくれないんですよね。でなんかあなた、僕がいつも指名してるフィリピン人がですね、あなたバカチンって言うんですよね。何がバカチンなのっていう話をしてたんですよ。なんでなのって聞いたんですけど、だってあなたいつも言うじゃん、会いたい会いたい。いや何が、いや会いたい会いたいって普通に言うだけじゃん。違う、私休み時あなた二人会いたい会いたいいつも言うじゃん、なったっていうことなんですよね。要するに休みの時に二人で会いたいって言うとなんか怒るんですよね。でまあ要するに断ってくるわけですよね。なんで休み時ばかりいつもお店でいいじゃん、あなた考えてる分かるんだよ、私あなた考えてるわ、いつも即即のことばかり、まだ早いと言ってるなのに会いたい会いたい、バカチンあなた。はい、ということでですね、これからもお店で会うという、話になりましたので、まあ、これからもそういう形でやっていこうかなと思います。でしょ、ありがとう、あなた優しいの人だから、私いつもあなた愛してるじゃん、でしょ、だからこれからもよろしく、だからやっぱりあなたバカチンじゃない、優しい、お金持ち、かっこいいでしょ。はい、今回のフィリピンあるあるのですね、このタイトルになっているバカチン、これはですね、僕の TikTok のフォロワーのりょうくんの提供でお送りいたしました。それではまたよろしくお願いします。